おはようのおお話一匹旅おじいさんとおばあさんはみけにお昼ごはんのおにぎりを分けてくれましたみけはいつもより心を込めて「いただきます!」と食べました。 おにぎりのお礼に畑のお手伝いをしました。おじいさんとおばあさんが楽しそうに話をしているのを見て、みけはなんだか誰かに会いたくなりました。大人になったら喧嘩しなくなるの？と。 ミケは聞きましたするとおばあさんはほほえみながら言いました「そんなことないわ」「時にはぶつからないといけないときもあるのよ」「大人って年をとった子供よ」ミケは 暗くなってきたので家に帰ることにしました分かったようで分からない変な気持ちになりましたただいまみけが家に入るとはなちゃんが飛びついてきました てたんだきのうはごめんねぼくこそごめんねはなちゃんにぎゅっとされたみけはなんだかおちつきましたきょうのよるご飯はんはふたりのすきなカレーライスよおかあさんがごはんをはこんでくれました みけはまだしばらくは子どものままでいいやと思いました。終わり。